おい、安いや、てめえ。これ、初回安かったから、まあ、500円とかで売ってたから、買ってやっただけなんだよ。まあ、そしたら、なあ、この31日経ったら、送ってきやがってよ、また。で、俺、それ、封開けないで置いといて、パンフレットだと思ったら、もう31日経ったら、また封が来て、中開けたら、これ、同じものが入っててよ。俺、買ってねえんだよ。なあ、何定期便で勝手に送りつけて、勝手に、俺のクリカから金引いてんだ、こら。おい。月々3000円取られたじゃねえかよ。なぜやよ。てめえふざけんな、こら。俺そんな買ってねえからな。初回のこれ安い500円だけ買ったんだぞ。なあ。これやってることお前、詐欺と一緒じゃねえかよ。詐欺と。だから、電話したよ、やつやさんに。やつやさん、すいません。僕、初回しか買ってないんでちゅう。つったら、なあ。その場合は、返金してください。返金します。返品してください。つって。なんか、それ用の封筒が常に入ってて、すぐこれ送ったよ。しかも切手代もタダだったよ。なんかそういうようなやつあったから、なんかそっちが送ってきたやつがそうだったから、返品のも入ってたから、そしたら金返ってきたじゃねえかよ。ってことはやつやと、おい、てめえこら、そういうトラブルが多いってことじゃねえかよ。それトラブルあんの前提して座ってんじゃねえかよ、こら。あんま細いことすんないやつや、おい。天下のやつやさんがよ、そうやってな、なんかグレーゾーンで商売してどうすんだこらバカ野郎。